こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。やはり日本でも検討されている無人機。日本も独自で開発を発表しています。やはり米国は開発スピードが格段に違い、現在最終段階のテストを開始しています。この極秘事項の無人機について詳しく見ていきます。日本も F-35 や F-3 戦闘機で採用できますね。アメリカ空軍向けとしてサンディエゴに本社を構えるクラトス。ディフェンス&セキュリティソリューションズ社が開発している。無人航空機が北欧神話から名を与えられた XQ-58A バルキリーだ。北欧神話のバルキリーは戦場での勝者と死者を判定する役割を担う。女性の半身であり、同時に彼女が率いる軍団そのものを意味する単語として今に伝えられている存在である。この北欧神話の設定上のバリキリーの意味を考えれば、これが今後の航空戦闘において悲願の命運を分ける兵器となり得る存在だと誇示しているようでもあり、極めて暗示的と言えよう。クラトス社の XQ-58A バルキリーは、アリゾナ州の実験場で、2019年3月に初飛行を成功させた無人航空機であり、アメリカ軍の同分野における、雷鳴指摘存在と言っても過言ではないだろう。XQ-58A バルキリーは、全長が 8.8 メートル、優れたステルス性能を持ち、130キロ爆弾を機体内部のウェポンウェイに2発収容が可能で、さらに、ステルス性を犠牲にするなら、主翼下への爆弾2発の喧嘩も可能だ。XQ-58A バルキリーは、同機専用の射出機構を持つ大型航空機から、打ち出され、任務終了後には、パラシュートで落下させて回収するという運用が基本であり、滑走路に依存しない活用が可能となっている。このあたりの運用コンセプトは、アーストラリア空軍とボーイング社が開発中の無人航空機 ATS エアパワーチーミングシステムとは大きく異なり、同機は通常の滑走路でに離着陸を行う機体である。ちなみに、この ATS は、全長 11.6 メートルのデルタ翼形式のステルス機であり、そのサイズ感は、現行の F-16 戦闘機にほど近いものとなっており、こうした有人機を無人機化した機体と言えるかもしれない。さて、XQ-58A バルキリーだが、2020年12月9日、アリゾナ州の実験場において、アメリカ空軍の F-22 ラプターや F-35 ライトニング2A 型、アメリカ海兵隊の F-35 ライトニング2戦闘機 B 型とのテストに臨んだ。今回のテストで、XQ-58A バルキリーは、先の第5世代戦闘機 F-22 や F-35 らと半自動制御下での並行飛行に成功し、実用化に向けた第1段階をひとまずはクリアしたということができるだろう。ただし、次の段階となるゲートウェイ1という通信プロトコルを通じた戦術情報のリアルタイム共有のテストには失敗しており、最も注目された
データリンクの実現には至らなかった模様だ。もともと同じロッキード・マーチン社製の F-22 と F-35 とはいえ、製造生産時期が異なることもあり、両機の間でも搭載する戦術データリンクシステムが異なっており、その統合が運用上の課題となっていた。そこで F-22 の IFDL と F-35 の MADL という個別の戦術データリンクを相互共有を可能にするためにリリースされたものがゲートウェイ1であり、両機関でのテストは一応成功した。ここに XQ-58A バルキリーまで加えたデータリンクには残念ながら今回は成功しなかったわけだが、今後アメリカ空軍海兵隊で主力戦闘機となる F-22 と F-35 については一応のめどがついた形ではある。XQ-58A バルキリーを開発したクラトス社だが、今回連携を図ろうとしている F-22 や F-35 等の戦闘機を擁するロッキード・マーチン社や ATS を手掛けるボーイング社と違い、有人戦闘機の製造企業ではない。では、なぜそんなクラトス社が XQ-58A バルキリーのような無人航空機を開発しているのかといえば、同社がもともとはアメリカ軍に向けた標的機の製造を手掛けてきたことから発展してきたものだ。先のロッキード・マーチン社やボーイング社のように従来から戦闘機開発を手掛けてきた一大軍需企業と出発点は異なるが、そこで得た技術ノウハウが無人航空機という分野で開花しているのは実に興味深い。民生品の分野で例えるならば、電気自動車への参入で従来の自動車会社をリードする存在となったテスラ社のような新技術の進展が参入障壁を越えさせ一気に成功したモデルケースかもしれない。クラトス社は XQ-58A バルキリー以外にもアメリカの政府機関国防先端技術研究開発局と組んだグレムリンズ計画用の無人機も手掛けており、これは敵陣の防空網を破壊する目的のプログラムである。ここで用いられる無人航空機は巡航ミサイル程度の非常に小型なもので、アメリカ軍の C-130 輸送機から多数を放ち、搭載する爆弾によって地上のレーダー設備や対空兵器の無効化を実施する。この後に有人戦闘機タル F-22 や F-35 ライトニング2戦闘機がより安全な状態で敵地に侵入して攻撃を実施することになり、そうした意味ではいわば露払い的な役割を担う無人機といえる。またクラトス社はこれら無人航空機の開発と並行し、自社でも採用していた無人機用並びに巡航ミサイルの機関部を手掛けるフロリダタービンテクノロジーズ社を傘下とするなど、業用の拡充を続け、今後が注目される。